7月25日ホテル森の風沢内銀河高原で夏には珍しい雪を使ったお祭り銀河高原雪氷祭りが行われました。まず先着200人に銀河高原ビールが無料配布されました。ハンドルキーパーサービスとして車で来た方にはソフトドリンク1本をプレゼント。そして雪氷祭りといえば雪山滑り台、今回はあいにくの雨でしたが雪ぞり体験を思う存分楽しんでいました。ステージでは大人気イベントが行われました。はじめはキキビールチャレンジ、見事正解できた方には景品として銀河高原ビールが。そしてかき氷早食いチャレンジ、皆さん一生懸命頑張っていましたよ。飲食ブースも盛りだくさん、ビスケットの天ぷらなど西和賀のご当地グルメをたくさん味わいました。とっても美味しそうですね。その他にも子ども雪氷みこしやストリートダンス、アーティストライブなどもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントになりました。来ました。ビスケット天ぷら美味しかったです。今年は雨だったんですけど、来年はまた晴れの時に行きたいなと思います。今回はあいにくの雨でしたが、たくさんのお客さんが訪れ西和賀の夏を堪能できました。ここでお知らせ、本日21時まで西和賀キッチンカーが盛岡さんさ踊り会場にて出店中です。場所は盛岡歴史文化館前広場、目印は緑の車です。ぜひ足を運んでみてください。